台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね MRT ドンメン5番出口、東門駅5番出口から目と鼻の先ですね、すぐ目の前ですね、台湾が生んだ世界に誇る天下のディンタイフォン総本店の一生に一度食べるか食べれないかの高級料理、トリュフ小籠包をね食べに行きたいと思います。はい、じゃあ今日も元気に行きましょうか。はい、ここがね毎度おなじみのね MRT のねドンメン5番出口ですね。はい、これをくるっと回ってすぐね目と鼻の先なんでね、このまま行きたいと思います。あいにくの雨なんでね、ほんまやったらね、なんやろ、曇ってて見えないけどね、台北101がね前に見えてるんですけどね。でここのね1個目の信号あるじゃないですか、ここをねこの右に曲がるとね四冠寺へって言ってね、栄光街ですね、四冠寺へって言って日本人のね観光客の方にも人気のね町ですね。はい、これはね Vlog 撮ってあるんで、また URL ね概要欄に貼っとくんで、よかったらチェックしてみてくださいね。ちなみにその四冠寺へで食べたチャーハンの美味しいお店はね、コロナの影響でね閉業してしまいました、残念ながらね。はい、でここがね台湾が生んだ世界に誇る天下のディンタイフォン総本店です。着きました、すぐ目の前。はい、着きました。ここですね。ここがね、天下のディンタイフォンの総本店ですね。じゃあね、今日はここでね、一生に一度食べるか食べれないかわからない、高級料理のね、トリュフ小籠包をね、食べに行きたいと思います。これが有名なディンタイフォンちゃんですよ。今はね、コロナの影響でね、お客さんがあんまいないですけど、観光始まったら多分ね、ここ食べれないと思うよ。イウェイねえよ。テイクアウェイオンリー。あ、そうなんや。あ、じゃあ、向こう。あのねこれちょっと見て、ほらディンタイフォン本店は今ねテイクアウェイしかやってないみたい、ワイタイだけみたいやね。 Because of COVID-19? Really? コロナのあれやって、もう本当はシェイ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 、あ、せやないね。じゃあね、向こうにね店舗があるんですよ、あのディンタイフォンのアジアで一番大きな店舗がすぐそこにあるんで、そっち行きますわ。はい、すいません。じゃあこれね、せっかくなんで行き方ね早送りで行きましょうか。信号渡って右曲がってまっすぐ行くだけなんですけど、ちょっとこれ早送りで行きますね。うわ、知らんかった、まさかのディンタイフォン本店まだテイクアウェイワイタイしかやってないんやね、驚きやね。台湾のコロナもう1ヶ月ぐらいもう国内感染いないんやけどね。いやすごいな、徹底してるんやね。はい、着きました。ここですね、ここがね1年前ぐらいにね新しくオープンしたんかな、ディンタイフォンのねアジア最大級の席数を誇るねお店みたいですね。ほらここにもねディンタイフォンちゃんいます。クリスマスツリーがまた飾ってる、もうクリスマス終わったけどね。よっしゃ、じゃあねここでね一生のうちに1回食べるか食べれないかの高級料理、トリュフ小籠包ね食べに行きたいと思います。ニーハー。あ、一人です。ディンタイフォンはね日本語が通じるんですよね、スタッフの人みんな日本語と韓国語と英語喋れるんで。はい、ありがとうございます。これ持ってね3階に行ってくださいと。検温です。あ、シェシェ、アルコール消毒35度3分絶対潰れてる、絶対潰れてるよね。これほら見て、作ってますこれちょっと取らせてもらっていいかな。わー、すごいよ、すごいね、生地からちゃんと一から作ってるんやね。工場で作ったやつが届けられるんじゃなくて、お店で一個一個生地一枚一枚から手作りで伸ばしてるんやね。これは知らなかったわ。もちろん一個一個手包みしてるのは知ってたけど、まさか生地まで一個一個手作りでやってるとは知らなかった。よし、じゃあ行きましょうか、上上がりなさいと。かわいいね。よしよし、綺麗やわ、ほんまね、ディンタイフォンは綺麗、うん、清潔感もバッチリ。まあまあまあ、なんやろ、そこそこのね、まあなんやろ、2ドルクラスぐらいの値段はするんでね、決して安くはないよね。うん、
でもクオリティ考えたら安いけどね、本当に。3階やからもう一個、もう一個上です。はい。ちなみにね、これね、台湾人の友達が言ってたんやけど、ディンタイフォンってね、みんな働きたがるらしいんですよね。ディンタイフォンに就職できたら勝ち組みたいらしくて、結構倍率厳しいらしくて、給料もめっちゃいいらしいんですよ。でそのディンタイフォンって絶対ね、顔とかスタイルでね、撮ってると思う。もちろんその頭がいいっていうのもあると思うけど、英語も日本語も韓国語も喋れないとダメらしいんで。你好。はい。すごい綺麗やね、本当に。あ、はい。すごい綺麗。あ、谢谢。ここね、案内してもらったんで、ここでね、食べさせてもらいましょう。すごいよ、ディンタイフォン。なんか今この QR コード読み込んでさ、そしたらメニューが出てくるんやって。ほんで携帯で注文するようになってるわ。でもちゃんとこのメニューも用意されてて、メニューで口頭でね、口でも注文できるようになってる。でほら、ディンタイフォンといえばこの美しい針生姜よ。見て、ほらこの美しい針生姜ね、本当にね、綺麗にね整ってるでしょ。はい、これもう素晴らしいと思う。じゃあね、台湾が生んだ世界に誇る天下のディンタイフォンのね、グランドメニューをね、見てみたいと思います。よっしゃすごい、なんか非常にメニューがちっちゃくなって、前よりも見にくくなってるね。うん、こんな感じでね。あ、今日ね注文しようって言ってたのがこれです。このトリュフ小籠包見て、5個で450元やで。なんぼ2000円近くってことかすごいよね。だけど僕今日見て、これこのチャンネル始まって以来やで、ダダーン、2000元持ってきた。ほらね、2000元やでね。いつも30元のルーローファンとか食べてる僕が2000元持ってきたよ。はいね、よっしゃ。じゃあとりあえずメインなんで、トリュフの小籠包ね、5個入り、これを1つと、あとこのね、普通のね、普通の小籠包もね、この5個入りもらおう。115元ね、安いよね。420円ぐらいね。うん、あとはディンタイフォンといえばね、チャーハンがめっちゃうまいんよ。ここね、ほらチャーハン、シャーランダンチャオファン、エビと卵のチャーハンね。これがロースータンチャオファン、豚肉と卵のチャーハンね。あとこの上にもあるね、これね、パイクーチャオファン、これは豚のね、スペアリブが乗ってるねチャーハン、これも美味しいよ。うん、でこれはあのベジタブルチャーハンやね、あの野菜チャーハンね。うん、これも美味しい。で僕はいつもこのロースータンチャオファンのロース抜き、肉抜きのダンチャオファン、卵とネギのチャーハン、シンプルなやつ、これもらうんですよ。だからそれもらう。あとね、どうしよっかな、このスープもうまいんよね。このほら見て、この牛肉の蒸しスープめっちゃうまいんよね。うん、でもね、今日はどうしようかな、ちょっとこれもらいたい。タロイモハマってるんでね、このミニタロイモまんじゅう2ピースで60元、これデザートでいこうね。あとね、あれが食べてみたい、あのね、本陽茶をそうって言ってピリ辛ワンタンがあるんやけど、どこにあるんやろ。ここやね、本陽茶をそう。結構高いな。これエビ入ってるか、僕エビアレルギーダメなんで、ピリ辛ゆでワンタンの野菜とお肉のやつかな、本陽茶をそう。これしよっか、160元8ピース。うん、結構するけど、まあこれでいこっかな。食べれるかな全部、まあ、いけるか。よし、じゃあそうしよう。はい、小籠包の 5個、はい、とトリュフの小籠包の5個、はい、あとダンチャオファン、卵だけ、はいはい、白米ですか、玄米ですか。白米であとタロイモまんじゅう、あと本陽茶をそうのサイローで、うん、はい、お願いします。めっちゃ注文しちゃったな、食べれるかな。小籠包5個、はい、ミルク入り小籠包5個、はい、ミニタロイモマン2つ、はい、卵チャーハン1つ、はい、ピリ辛ゆでワンタン野菜の1つ、はい、お願いします。ありがとうございます。すごいね、ちゃんと確認してくれた、日本語で。シェシェ。じゃあこれ待ってる間にね、小籠包のタレ作っとこう。ここにね、お酢とね、醤油があるんでね、お酢をまず入れます。これぐらいかな、はい。で醤油ね、醤油のことはジャンヨーって言います。これをこれぐらい、ちょっとだけ、はい、7対3ぐらいの割合、これぐらいがね僕は好き。おー、美しい美しい。
ほら見て、ディンタイフォンはね、お茶もついてる。 10% チャージあるけどね、ディンタイフォンお茶もうまいよね。ディンタイフォンはね、お茶も美味しい。はい、じゃあね、注文してきたんでね、待ちましょうか。はい、というわけでね、今日はね、台湾が生んだね、世界のね、ディンタイフォンですね。はい、来ましたね。一生に一度ね、食べるか食べないかのね、高級料理のね、トリュフ小籠包をね、注文しました。ここで450円でした。はい。で、これがね、こっちが普通のね、小籠包ですね。まずね、小籠包が2つ来ましたね。あと、チャーハンとか、本用茶おそうとかね、後から来ると思う。多分これ食べ終わったぐらいに来るんじゃないかな。多分順番に出てくるパターンやと思う。じゃあね、早速ね、今日のメインのね、トリュフ小籠包から食べていきましょうか。実は一回ね、僕、デンシュエイローって言ってね、ミシュランビッググルマン獲得してる、七色小籠包っていうね、なんか、7種類のね、小籠包が一気に入ったみたいなやつ食べに行った時に、そこで初めて僕トリュフ小籠包食べたんですけど、めっちゃ美味しかったんですよね。めっちゃ美味しかった。でもやっぱそこも高かった。うん、小籠包の食べ方はいつも言うんですけど、まずね、ここのね、このレンゲにね、乗っけます。うわ、見てこれ、ほらね、小籠包、あ、トリュフ小籠包ね、ほら見てこれ、黒いね。うん、黒いで、レンゲに乗っけたら、このね、皮をね、お箸でチュッて破るんですよね。そしたらスープが出てくるんですよ。うわ、出てきたわ。うわ、めっちゃ綺麗やわ。めっちゃ綺麗なスープが出てきたよ、ほら。いや、もうディンタイフォンのね、ほんまこのスープ、マジで濁りがなくてね、マジで黄金スープやね。はい、で、まずね、このスープをね、飲みます。いただきます。めっちゃ美味しいわ。すごいわ。トリュフがね、すごいわ。めっちゃトリュフやわ。これはね、本当にね、本物のちゃんとトリュフ使ってるわ。間違いない。もうすごい香りがね、すごい香りが、香りも香りしか出ないけど、口の中にもトリュフがうわーって広がるね。すごい。で、このね、酢醤油に浸しておいたね、針生姜を適量乗っけてね、うわ、もうこれも綺麗やわ。適量乗っけてね、これでね、パクッと一口で食べます。いただきます。いや、もう言葉にならないぐらいうまい。でもね、これね、このトリュフ小籠包に限っては、この酢醤油に浸しておいた針生姜がね、ない方がいいかもしれない。あのトリュフのね、繊細な味がちょっと邪魔されるかもしれないんで、ちょっとね、2つ目からはもうね、皮破ってスープ出したりとか、この酢醤油の針生姜つけたりとかせんと、もう一口でパクッと生かして、いただきます。めっちゃ美味しいわ。これ分かったわ。これみんな聞いて分かったわ。こんなんね、お金持ちの人しか食べれないやんか。お金持ちの人はこういうの食べてるんやわ。ちょっとね、泣きそうなぐらい美味しい。なんて上品な小籠包なんやのか。分かるわ、これ。お金持ちの人たちはこういうのばっかり食べてるんやわ。だから長生きするんやわ。こういうなんかすごく美味しいものを少量だけ食べてるんやと思うね。量は食べないみたいなね。だからあの人たち長生きするんやわ。ゆっくり味わって食べるんやろね。すごいわ。本当に美味しいわ。いや、もう言葉にならないね。あー、シェシェ、ありがとう。ほら、
卵チャーハンとね、混用チャオソーのね、あの野菜とお肉のやつ来たよ。でもその前にね、今度はね、ちょっと普通の小籠包行こう。庶民の小籠包やね。いつも食べてるやつね。はい。これもね、最初はレンゲに乗っけてね、お箸でチュッてやって皮を破ってスープ出します。うわー、すごいわ。相変わらずのね、黄金スープね。じゃあまずこの肉汁からいただきます。トリュフ小籠包の後やけど、やっぱりめっちゃうまいね。で、酢醤油に浸しておいたね、カリ生姜適量乗っけて、パクッと一口。いつもの味やわ。慣れ親しんだ味やね。美味しい。本当に美味しい。じゃあこれもね、2個目からはもう皮破ったりせずに、そのままパクッと一口でいくんですよ。そしたらね、口の中で肉汁がバーンって弾けてね、肉汁爆弾みたいになるんでね、いただきます。腹の張り状が、うまー、美味しいわ。もう本当に美味しいわ。やっぱりね、銀太本はね、何回来ても美味しいわ。僕このチャンネルやってるからね、いろんなところで小籠包食べてるじゃないですか。もう数え切れないぐらい小籠包紹介してるでしょ。やっぱり銀太本がね、一番うまいわ。僕は個人的な意見やけどね、うん、一番うまい。もうナンバーワンやね。はい、じゃあね、ダンチャオファンですよ。卵チャーハンね、ディンタイフォンといえばね、もうこれチャーハンなんですよね。台湾の人たちに、台湾で一番美味しいチャーハンってどこって聞いたら、まあね、ほとんどの人がディンタイフォンのチャーハンって答えるぐらい、ディンタイフォンはチャーハンもうまいんですよね。で、これはね、あの裏メニューなんですけども、シンプルなね、卵チャーハン、ダンチャオファンね、これ言えばやってくれるんでね、メニューにはないけど言えばやってくれるんでね。はい、じゃあね、食べましょうか。早速ね、見てください、このね、シンプルな、マジで卵とネギだけみたいな。で、味付けもね、塩だけなんですよ。ラードで炒めて塩だけっていう、胡椒も使ってないっていうね。はい、うわ、米粒一粒一粒がね、くっきりしてて輝いてるね。じゃあいただきます。久しぶり。本当に美味しいわ。やっぱり美味しいわ、ディンタイフォン。マジでこのね、うっすらとね、ふわっと旨味があるのがね、なんなんやろ。マジでラードだけやと思うよね。旨味調味料とか一切使ってなくて、塩加減抜群なんやけどね。本当に卵のね、素材の甘みがふわってある。すごいよ。まあ、究極のシンプルなよね。でもね、シンプルイズベストって言うし、シンプルなのが一番難しいよね。ほんまにこれね、料理やってる人やったらね、わかると思う。あの、なんやろ、料理やってる人じゃなかったとしても、なんかその道のね、プロっていうか、極めた人とか、音楽の人とかでもそうやし、格闘技とかもそうやと思うけど、基本とかシンプルさとかがどれだけ奥深くてね、難しいかっていうのはね、もうその道の達人の人とかやったらわかると思うけど、まさにそれなよね、卵チャーハンって。なんて美味しいんやろ、本当に。もう素晴らしいよ。本当に美味しい。じゃあ次はね、このポンヨーチャオソーいきましょうか。ポンヨーチャオソーっていうのはピリ辛ワンタンのことですね。これは野菜とお肉のね、ピリ辛ワンタン。見てほら、そこにすごいね、辛そうなタレがね、たっぷりやね。じゃあこれタレにたっぷり絡めてね、いただきます。これも美味しいわ。皮がプルプルもちもち。下でね、お兄さんたちが生地から手作りやってたやんか。うん、プルプルもちもちで、中のあんがね、やっぱ美味しい。小籠包のね、あんとは違うんやけど、旨味があってやっぱ美味しい。ただこれタレにね、ちょっと八角とかウーシャンファン的なね、中華系のスパイスの匂いがちょっとするんで、もしかしたら苦手な人はいてるかもしれない。好みが分かれるかもしれないね。
あと結構やっぱピリッと辛いんで、辛いのが苦手な人はちょっとあれかもしれないけど、美味しいこれね。うん、うん、初めて食べたけどこれね、うまいわ。臨台本でさ、美味しくなかったものってないよね。何食べても本当に美味しい。はい、じゃあね、毎度おなじみのね、飯テロカメラの時間がやってまいりました。ダンチャオファンと本用茶をそうと来ましたら、これはもうやるしかないですね。はい、まずここにね、ダンチャオファンをね入れます。はいはい、いやもう美しい、マジでこのチャーハン美しいわ。黄金チャーハンと言っても過言ではないでしょうな。でこんなね、黄金チャーハンの上に、ごめんね、ちょっと下品でごめんね、このピリ辛ワンタンをね、このピリ辛ワンタンをね、よく絡めて、タレによく絡めて、はい、下品でごめんね、これを上に乗っけます。はい、乗っけました。そしてこれでピリ辛本用チャオソー黄金ダンチャオファンでいきたいと思います。濃いチャーハン、もう一回言葉が出ないわ。トリュフの小籠包、もうねあとね2個しかない。わあわあ、冷めてもうまいね。すごいね、なんか冷めたらさ、オリーブオイルの風味がすごいするわ。これもしかしたらオリーブオイルが入ってるんかもしれないね。トリュフやからね、相性いいと思うよ、オリーブオイルとのね。すごいなんか、めっちゃいいエキストラバージンオリーブオイルのね、風味がわーって口の中広がる。わー、もうこれね、最後のね、トリュフ小籠包、高級小籠包、もうマジでね、人生で一回食べるか食べないかいで、ほんまね。高級トリュフ小籠包完食です。はい、めっちゃ美味しかったわ。もうほんまにこれお金持ちの味やね。うん、じゃあ庶民の僕は普通の小籠包。あー美味しい、針生姜。うん、やっぱね普通の小籠包は針生姜が絶対必須やね。肉汁爆弾。もう最後の一個やね。ほら、普通の小籠包もね、一瞬で完食です。美味しかった。忘れてたけど、タロイモ団子も来るよね。食えるかな、食えるかな。ちょっともう一回やらして。これ黄金の卵チャーハンからのピリ辛本用チャオソーね。これタレをさ、辛いタレをねかける。もう一回ピリ辛本用チャオソー黄金卵チャーハン。もうね、三つ星やね。三つ星、三つ星、はいはい、もう三つ星で、はい。はい。完食しました。いや、もうちょっとね、お腹いっぱいやな。タロイモ団子食えるかな。じゃあね、ちょっとね、タロイモ団子をね、待ってる間にね、ちょっと個人的な話なんですけども、今日12月のね、27日の月曜日なんですけども、第1回目のね、ワクチンをね、僕打ってきました。今日の朝ね、ついさっきなんですけども、モデルナのね、ワクチンにしました。はい。なんでモデルナにしたかっていうと、台湾同胞生活のミヤちゃんがね、モデルナ打ったらしくて、で、副作用とかも何もなかったってミヤちゃんが言ってたんで、だからね、ミヤちゃんと同じね、モデルナにしました。はい。すごいよね、ミヤちゃんの影響力、すさまじいよね。はい、じゃあね、締めのね、タロイモまんじゅうが来ました。はい、かわいいね、ちっちゃいのが2個ね。じゃあね、食べていきましょうか。これ見て、ほら、ちょっと中割ってみよう。ほら、おー、タロイモのね、これはね、ウーニーっていうやつやね。芋泥って書いてね、タロイモのペーストが入ってるね。どうかな。じゃあね、いただきます。わー、すごい、これね、
生地がもちもちやね。キュー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 ってやつ、台湾の人キューキューってやつ。美味しいなぁ。甘さ控えめやね。いや、めっちゃ上品な味やわ、これも。ペロって食べれるね。生地がマジでもちもち。これはぜひあったかいうちにね、食べるべきのやつやね。お茶が合うと思うよ。うわぁ、ぴったしやね。すごい、2個目すごいね、結構たっぷり入ってる。おいしい。ほら、もうね、あっという間にね、一瞬で完食しましたね。いや、美味しかったわ。めっちゃお腹いっぱいや。もうね、大満足の食事でしたね。もう本当にね、銀台本はいつ来ても素晴らしい。何食べても美味しいし、お店の至るところ綺麗やし、ピカピカやし、店員さんのホスピタリティマジで完璧やし、火のつけどころがないね、本当に。お茶もうまいしね。いやー、もう本当に美味しかった。もうね、もう大満足。もう三つ星です。はい、今日もありがとう。ごちそうさま。はい、というわけで今回の動画がね、少しでもね、役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とね、グッドボタン押していただけるとね、めっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録2万人ぜひね、皆さん応援よろしくお願いします。というわけで今回はもちのロンで三つ星三つ星三つ星。このチャンネルの審議にかけて自信を持っておすすめします。